ゲームだけでどうなったか、ゲーセンの失敗をなぞるだけでございます。違うんですよ、ゲーセンが失敗したのは もっと別の理由。俺はゲームセンターがその衰退していった理由としては、昔ってそのゲームセンターでしかできない、ゲームセンターってゲームセンターでしかできないゲームがめちゃくちゃいっぱいあったっていうか、ほぼ全部だったので、今はむしろそのゲームセンターっていうのはその大型筐体っていうのが高くて仕入れられないからっていうのもあるし、その大型筐体以外は正直家の方がスペックが良かったりとかするから、まあスト5見ても分かる通り、やっぱスト5って正直言って家庭用の劣化版をやらされてる感じなのよ。ラグいしモニターでかいし劣化版やらされてんのっていうのもあって、やっぱりゲームセンターでわざわざ行ってやるってのがないよねってなってくると、じゃあ大型筐体っていうのがゲームセンターならではのものなのかなっていうふうに思うけど、大型筐体っていうのが正直言ってもうそのゲームセンター文化がなくなった中で大型筐体入れてお客さんが入るっていう見込みがないから、そこに対してコストもかけられないし、そのゲーセン側も仕入れることがなかなか難しい。普及している店舗が少ないっていうことは流行る可能性が少ないということで、まあ厳しいという。だから負の連鎖なんです、ゲームセンターは。だってさ、昔ゲームセンターなんてさ、その筐体10万円とかで基板が5万円とかで、それで1日5万円ぐらい売り上げてたんだよ。やばくない？筐体もう少しするかな、2、30万ぐらいかな、筐体2、30万ぐらいかもしんない。でも1日5万円ぐらい売り上げてたから、そりゃもうねえ、ゲーセン作るっしょみたいな。いや超儲かったらしいよ昔のゲームセンターは。昔はね、本当の昔はだけど、1日5万円数字で、いや本当なんだって、1日10万円売り上げるとかもあったらしいよ。だからバーチャファイターの全盛期とかやばいよね。ワンクレ200円で一生回転してるみたいな。1日20万ぐらい儲けたんじゃん、あれ。バーチャ全盛期は本当にゲーセンマジで儲かったと思うな。いや、ゲームセンターが儲かってた時代ってのはそんな感じだし、本当に儲かってた。うん。本当に儲かってた。MVS 基盤とかもめっちゃ安かったからね。MVS って SNK のゲームね。めちゃくちゃ安かった。今はさ、そんな10万かければ、その最新のゲーム機が買えるって状態だったの、昔って。ゲームセンター側が。それが今は、最新のゲーム買おうと思うと、まず50万円ぐらいすんのよ。まず50万円ね。で、プラス抱き合わせで筐体買わされたりとかして、うん百万かかんの。100万、200万。1セットだよ。1セット作るのに200万円とか100万、まあ100、まあ、200万円ぐらいかかったりとかするわけ。で、かつ、回線使用料とかいうので、ワンプレイ30円ぐらいメーカー側に、メーカーっていうかその回線使用料として、転引きされる。だからそのワンプレイで店側の利益は50円だったら20円とか。まあ無理です。無理絶対無理。もうゲーセン成り立たない本当に。で、あと電気代もね。そう電気代、ネット回線、ワンプレイ50円という、そうワンプレイ50円っていうのがもうさらなる地獄。ワンプレイ50円というその固定観念がその地獄を生み出してる。もう100円とか200円じゃないと無理だよあれ。なんでそんなにメーカーがお金取るの？ゲーセン潰したいの？いや、別にメーカー俺悪くないと思うよ。メーカーは儲けたいわけじゃなくて、仕方なく出すかみたいな感じなのよ、ぶっちゃけ。で、出すんだったらこれぐらいのその値段じゃないと、その採算合わないですねっていう、その会社として当たり前のことをやってるんだけど、正直言ってその今ゲームセンターっていうのが少ないから、その店舗数が少なくて、はける台数とかもやっぱ少ないわけじゃん。ってなると、金額がどんどん上がってっちゃってみたいな感じで、負の連鎖。でメーカーが悪いわけでは一応ない、うん、メーカー悪いわけじゃないね。だからさ、そのどんなものでもさ、そのなんていうのかな、数はけるんだったら、まとめて作れるんだったら、それ用に機械も作れるし工場も作れるしってなるんだけど、そういうことができないから、なんていうのかな、一つ一つのコストがかかるようになるわけ。それこそビューリックスの筐体あって、そのゲームセンター全盛期ぐらいその数をさばけるってなったら、多分半分ぐらいの金額で作れるんじゃない、ワンチャン。ゲームセンター時代全盛期ぐらいのその台数がさばけるんだったら、マジで半額ぐらいでは作れるのかもしれないけど、実際そう作れないから、一つ一つのコストが上がっていく。